いやー、最近プロ野球の不祥事が多いっすねー。やっぱり不倫ってしたくなるものなんすかねー。まあ、パワプロくんとか六股しているからすごいっすけど。ということで皆さんこんにちは。川星穂村っすー。よろしくお願いしますっすー。そしてアシスタントの指導レミです。よろしくお願いします。ということで今日はプロ野球選手の不倫を紹介させていただくっすよー。不倫で人生狂う可能性はありますからねー。ということで開始っす。ということでこれからプロ野球選手で不倫した選手たちを紹介させていただくっす。まずはやはり最近伝説を残したあの人。ロッテの清田育宏選手っすね。清田選手は2009年ロッテにドラフト4位で入団した選手っす。成績も良くロッテではクリーンナップを務めていた人物っすね。なるほど。相当有能な選手だったんですね。だけどこの清田選手、何度も不倫をしていたことが分かっていたんすよ。何度もしていたのですか。ちなみに清田選手にはお子さんもいるということを頭に入れてほしいっす。お子さんもいたんですね。まずは1回目の不倫であるパズドラ不倫っすね。パズドラ不倫。この不倫は2015年に起こった不倫っす。この頃愛さんという不倫相手がいたんすよ。その愛さんと夜の営みをしてなんと愛さんが妊娠。当初は清田さんも愛さんも出産を前向きに検討しており、名前を太陽にすることまで決めていたらしいっす。愛さんも清田さんも積極的にとは。しかし突然、なんと清田選手は愛さんに中絶してほしいと伝えるっす。この突然の出来事に愛さんは裏切られたと感じてしまい、清田選手とのやりとりをツイッターで公開。それがこんな感じっす。これはなかなかやばいやりとりですね。自分が清田選手の奥さんだったと考えたら、なんでしょうか。涙が出てきました。めっちゃ長文で必死に説得してるっす。この出来事を公開されたことに焦ったのか、清田選手はパズドラのメッセージやり取りで愛さんにこのようなメールを送ります。それがこちら。必死に懇願しているっす。もう清田さんのライフはゼロですよ。この出来事から、パズドラ不倫、パズドラ事件、パズドラ供養、供養た、清田の意味、など様々な用語が生まれたっすね。なんというか、呆れるというか、というのが1回目の不倫っす。次に2回目の不倫を紹介させていただくっす。2回目の不倫は2020年フライデーにより明らかになったっすね。内容はウイルスで世界中が大変な時にもかかわらず、不倫相手の A 子さんと毎週会っていたとのこと。A 子さんが住む東京で会うこともあったし、清田選手が A 子さんを呼び出すこともあったらしいっすね。ちなみに遠征先では、選手が宿泊しているホテルに清田選手が別の部屋を取り、一晩を共にするとのことっす。もう不倫慣れしてますね。清田選手は試合と寝てる時以外は常に LINE をしているようで、伝説を残すような写真まで送っているっす。それがこちらっす。うわぁ。なんなんですかこれ。起きましたか。じゅっと言っているっすね。さらに手紙までも A 子さんにより公開されているっすね。やはり奥さんがこれを見たら辛いっすね。なるほど。だけどこの不倫はなぜか大きな話題になりましたよね。一体なぜなんですか。実はロッテは遠征中に部外者との会食禁止というルールがあり、10月に14名の選手らが K ウイルスに感染。この14名の選手にも清田選手は含まれており、集団感染が発生したとしてもルールを破った選手はいなかったとのことっす。はい。じゃあ清田選手問題ないんじゃないんですか。いや、残念ながら清田選手がルールを守ったのは全くの嘘。集団感染が発覚した札幌遠征中にも A 子さんと外食を共にしたとのことっす。この際に清田選手の感染が発覚。なんと不倫のためにルールを破るという人間的にヤバいことをしていたっす。わぁ。さらにここからが問題っす。もちろん清田選手が感染したということは A 子さんも感染することになるっすよね。そして A 子さんが発熱。その際に清田選手がかけた言葉は、なんと、病院には行かないでほしい、とのこと。病院に行った場合濃厚接触者の名前を言わなければならないので、自分の保身のためにこのようなことを言ったっす。なるほど。なんというか、救いようがないというか。さらに清田選手は A 子さんに自宅用の抗原検査キットを買ってそれで検査してほしい、と伝えたとのこと。A 子さんはその言いつけを守り2週間の自宅隔離生活を送ったらしいっす。いやいや、それはいけないでしょ。って思いましたが、ここまでしている A 子さんのやりとりがなぜ世間に出ているのですか。 A 子さんは清田選手を守る立場にいますよね。
実はそれにはこんな理由があるんすよ。なんと清田選手、A子さんの他にも不倫相手がいたんすよ。といえど A子さんとの3年間、浮気発覚は何度もあり、さすがの A 子さんも愛想が尽きたのか12月3日に別れを告げる。これにより2度目の不倫が発覚するんすよねー。これにより清田選手は謹慎を告げられるっすねー。さすがにここまでしてしまうと、プロ野球の舞台にはしばらく出られそうにはありませんよね。ドレミちゃん、まさかこれで終わりと思ったっすか。なんとこの謹慎中に、3度目の不倫を行うんすよ。先ほど清田選手には A 子さんの他にも不倫相手がいるって言ったっすよね。その複数の不倫相手の一人っす。なんと活動停止中にも不倫していたことが発覚っす。具体的な内容はこんな感じっす。清田は自分の奥さんのいるマンションと関係のないマンションに入ろうとしたっすけど、何かを関連したのか、記者に話しかけてきたっす。その際に、これってフライデーに乗るんですか？勘弁してください。話しても意味ないですよ。復帰初日なんですよ。もう死にます、と言っていたらしいっす。家族にも迷惑かかるって書いてありますが、迷惑かけているのは自分なんですよね。その結果清田さんは契約解除。まあ、このような人物をどのチームも使いたいとは思わないっすよね。ちなみに不倫3回を行ったことから、彼は不倫の猛打賞、と言われることになったっすね。夜の三冠王とも言えますよね。以上が清田さんの不倫猛打賞でしたっす。すごいですね。やっぱり現実ってこうなんですね。続いて楽天の則本貴弘選手っすね。則本選手は2013年12月24日に結婚。2016年、2018年に女の子を授かり、子供の顔を見るのがすごい幸せと言っていたらしいっす。なるほど。もう驚かなくなりましたよ。だけどこの二人は不倫が発覚したことにより2020年に離婚。その詳細を見ていこうっす。これ見なくちゃいけないんですか？理由は不倫相手の女性との間に子供を設けていたことが大きな原因っすね。侍ジャパンに選出されるようになった頃から夜遊びが激しくなり、そんな中知人の紹介で不倫相手の女性と出会ったとのことっす。やはり有名人ともなると色々なものが寄ってきますっすからねー。誘惑にどれだけ負けないかが大切っすね。だけど清田選手のように面白い情報はあまりないですね。ふっす。じゃあ最後に和田豊選手について説明させていただくっす。和田さんは1962年9月2日に生まれた方で、不倫報道は2013年の監督時代っす。へぇ。って2013年？ってことは50歳？そうなんすよ。50歳にしてまだまだ元気ということっす。ちなみに不倫連絡のやりとりはこんな感じっす。おはよう、笑い。まだお風呂かな、一緒に入ろう、明日の晩は抱っこして腕枕して寝てあげるからね。というなかなかのとんでもない内容。これ以降、スパイス、という愛称のほか、スパイチュ、とも言われるようになったっす。さらにこれに動じず采配を取り続けた和田さんに、下半身タイガース。和田、俺にもチュ、ってしてくれや。7000まで頑張れ、7好きやろ。など、様々なヤジが飛ばされるようになったっすね。これはしょうがないというか。ちなみに和田家族の対応はこんな感じだったらしいっす。まずは嫁さん。7にあんな旦那くれてやってもいいが世間体があるからとりあえずは引け、と手紙を送る。次に娘さん。自分の父親への怒号が飛び交う甲子園でビールの売り子をする。息子さん。朝起きて父親に向かって、愛しいパパ、おはよう、笑い。と言ってぶん殴られる。など様々な愛のある対応をされていますっすね。愛っていうか、呆れられていますよね。おそらくっすけどこのキモキモメールは清田選手が継承したというのもあるので、これからも誰が継承するのか気になるところっすね。いや、不倫しないのが一番なんですよ。ということでまとめいくっすよ。プロ野球選手の不倫の文化は様々な人物に継承され、付き合う女性は基本美人。メールの内容はなかなかにキモい可能性があり、不倫相手を妊娠させるなど、とんでもない出来事を起こしている人物と考えられるっす。なんと言うんでしょうか。やはり男性の方は奥さんだけでは満足できないんでしょうねー。そうっすねー。やっぱりパワプロくんもそうでしたっすけど、六股とか平気でやるっすからねー。本当に信じられないっすよー。皆さんは不倫など絶対にしないようにしてくださいね。奥さんが泣きますよ。もちろん子供もかわいそうだし、呆れられるっすから。やりそうな時は家族のことを考えてからにしてくださいっす。ということでこの動画を終了させていただきます。
それでは、お疲れ様でした。